なんだよこれ。何なんだよここは。公爵。公爵。公爵。ああ。
孔雀いってくそこの孔雀起きろ。違う、孔雀はお前のものじゃない。孔雀から離れろ。孔雀を解放しろ。孔雀。気づいた時には何もかもが手遅れだった。あれは入れ墨の仕上げをするという日だった。針を刺す痛みがいつにも増してひどく、俺は途中で耐えきれずに気を失った。そして次に目が覚めたら、あたり一面血の海だった。家中の奴らがみんな倒れてて、俺には何が起こったのか信じられないことに、その中にはお袋もいた。自分の手を見ると血まみれの刀を握りしめていた。俺は正気を失って暴れて、みんなを傷つけちまっていた。みんな重傷を負ったものの、かろうじて命は落とさずに済んだ。お袋もそうだった。だがお袋は意識を失ったまま回復することなく死んだ。俺のせいだ。俺が殺したも同然なんだ。孔雀。正気に戻った時、嘘だと思った。全部たちの悪い夢だって。でも現実だった。そうはっきりと認識した時、俺は本当に気が狂いそうになった。いっそ狂っちまいたいと思った。そして俺も死んじまった方がいいって。むしろお袋を手にかけちまった俺が生きてる意味なんて、生きる資格なんてないと思った。だから俺はその場で持っていた刀で死のうとした。そうすることこそが正しい。その時はそう思ったんだ。できなかった。どうしても。なぜかお前の顔が浮かんできて、
小さい頃のお前の笑顔が浮かんできて、そうしたら無性に泣けてきて、辛くて悲しくて恐ろしくて苦しくて、どうしようもなく本気で死にたいと思ってたのに、同じくらい生きたいと思った。どうすりゃいいのかわからなくなって、結局俺はこの島に戻ってきた。死ぬこともできず、中途半端な最悪の状態で、ただどうしてもお前に会いたくて、お前に会えば何かが変わるんじゃねえかって、そんな都合のいいことを考えてたんだ。この島でお前と再会した時、お前がすっかり大人になってて驚いたけど、でも笑顔は何にも変わってなくて、だから大丈夫かもしれないと思ったんだ。この島でお前と一緒にいれば、時の流れが過去の記憶を薄めていってくれるんじゃねえかって。だが無理だった。どんなに平穏を望んでも、ふとした瞬間に思い出すんだ、血まみれのあの日のことを。そんな俺を嘲笑うようなタイミングで、あの野郎劉邦まで出てきやがった。あいつを見た瞬間思ったんだ、ああやっぱり俺は逃れられねえ、あいつを殺して俺も死のうって。あいつを殺したところで何も変わらないのは初めから分かってた。だがどうせ地獄行きが決まってるなら、せめてそのくらいの復讐はいいだろうって、そう思ったんだ。俺は劉邦を殺すという望みを叶えた。だが俺の過去は何も変わらねえし、背中の入れ墨も消えねえ。むしろ劉邦を殺したことで、この手にはさらに深く血が染み込んじまった。だからもういいんじゃねえかって思ったんだ。あがくことをやめて、俺は俺の罪に身を任せようって。皇爵、
負けるな。俺は何がどうなって青葉どうなったんだ。俺たちは助かった。そうか、助かった。終わったのか。よかった。お前にもたくさん迷惑かけちまって本当にすまねえ。悪かった。いいよ。いや本当にお前がいなきゃ俺はとっくの昔に死んでたかもしれねえ。俺をこの世につなぎ止めてくれたのは青葉お前だ。本当にありがとうな。恩に着るぜ。はあ紅爵。おい青葉お前何やって。あた大丈夫か。いきなりどうしたんだよ。抱きついてくるとかびっくりして尻餅ついちまったじゃねえか。いいよ。え何が。青葉紅爵お前何も心配しなくていい。お前のことは全部わかってる。そうか。不思議だな。お前とこうしてると心が安らぐ。すごく落ち着く。ああ。青葉、その、変なこと言うようだが、触っても。いいよ。青葉、キスしても。いいよ。いいよ。もっと触っていいか。いいよ。青葉。いいよ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 。本当にいいのか。本当にこれでいいのか。負けるな。負けるなよ、紅爵。青葉。お前はこんなとこにいちゃいけない。ちゃんと向かい合わなきゃいけないものがあるって、わかってるんだろ？俺が一緒にいるから。行こう、紅爵。本当の蹴りをつけよう。青葉。本当はもう分かってるんだよな。さっきお前も自分で言ってたけど、いくら忘れようとしても
目を背けようとしても起きてしまったことは変えようがないってこと。お前はたくさんの人を傷つけた。おふくろさんも。それは消すことのできない事実だ。言うな。言うよ。俺はお前に言う。分かってる。そんな俺がのうのうと生きてるなんて、そんなの許されねえってことくらい分かってる。確かに罪を償う方法として死ぬって選択肢もある。でも死んだら何もかもなくなる。お前の罪も何もかも全部。本当にそれでいいのか？そんな風に逃げることになってもいいのかよ。逃げる？そうだ、お前はそれでいいかもしれないけど、残された奴らはどうなるんだよ。チームの連中だってそうだし、俺だって。チームの奴らは、あいつらは大丈夫だろう。俺がいなくても新しいヘッドを立ててやっていけるはず。じゃあ俺はどうなるんだよ。お前は。俺がいなくても大丈夫とか言うなよ。俺の答えをお前が決めるなって前にも言ったよな。大丈夫じゃねえよ。チームの奴らだってそうだ。お前が思ってるほど周りはそんなに強くない。お前がいなくなったら悲しいし辛いし心に傷を負うんだよ。なのにお前は勝手に大丈夫だって決めつけて周りを傷つけるのか？心の傷は薄れることはあっても、なくなることはない。体とは違う。お前だってそうだろ？傷を癒しにこの島に来たのに、劉邦を見たら我を忘れた。お前はそういう傷を、俺たちにもつける気なのかよ。じゃあ俺はどうすりゃいいんだよ。他の方法なんて一つしかない。お前が正気を失ったのは劉邦の入れ墨のせいだ。でも実際にやったのはお前だ。その事実は変わらない。だからお前は一生その入れ墨と生きていくしかないんだ。お前が公爵である限り。で、俺たちが、俺がお前のことをちゃんと知ってるから。お前がどんな罪や宿命を背負ったとしても、俺の知ってる公爵って人間は何も変わらない。アオバ、お前がもし自分を見失いそうになったら、俺が何度でも言うから。俺の知ってる公爵がどんな奴かってこと。それから俺はそいつをずっと信じてるってこと。だから負けるな、公爵。その入れ墨と過去に負けるなよ。今から俺がお前を壊す。お前が囚われてる過去のお前自身を壊すよ。
アーマー、よかった。どうした、どこか痛むのか。声が…声？誰の声だ？おい！おい、アオバ、どうした？やべえぞ。緊急事態が発令されました。タワー内部の人間は直ちに脱出してください。このタワー崩れるんじゃねえ。コージャクさん、アオバさんも早く逃げましょう。緊急事態が発令されました。アオバ、大丈夫か。俺に捕まれ。俺は緊急事態が発令されました。ああ、緊急事態が発令されました。タワー内部の人間は直ちに脱出してください。緊急事態が発令されました。緊急事態が発令されました。タワー内部の人間は直ちに脱出してください。繰り返します。緊急事態が発令されました。俺はいいよ、お前らだけで。何言ってんだお前。俺の力、このままだとまずいかも。暴走する知れない。スクラップがか。ああ、そしたらお前たちもみんな壊しちまうかも。だからアオバ、
俺の目を見ろアオバ、この後に及んでふざけたこと言ってんじゃねえぞ。お前が今どうなってるのか俺にはさっぱりわからねえ。すげえ辛い状態だろうとは思う。だがな、俺はお前をここに置いていくつもりはねえ。お前のその力があったから俺は戻ってこられたんだ。お前が過去に囚われた俺をぶっ壊してくれたから俺は今ここにいる。だからな、今さらお前のその力が怖えなんてこっちはみじんも思ってねえんだよ。暴走？んなことになったら俺が力ずくで止めてやる。紅爵、ほらいいからさっさと立て。自分勝手な理屈で消えるなって言ったのはお前だろ。だから俺もお前を意地でも連れていく。俺を呼び戻した責任取ってもらうからな。しっかり捕まれよ。行くぞ。ああ。どうした？いや、今誰かに見られてたような。え？床崩れるんじゃねえか。やべえっす、紅爵さん。どうしましょう。慌てるんじゃねえ。てめえらベニシグレの一員ならちゃんとしろ。よしよし、とっとと脱出だ。エレベーター止まってるんでこっちです。階段で降ります。もうすぐ一階です。おい、こんな時までご苦労なこったな。てめえら邪魔なんだよ。ゾウキレー、アオバ、ちょっと下がってろ。おい、紅爵。一気に終わらせてやるぜ。どりゃあ！うわあ！何？てめえらもどいてろ。は、はい。うら。うわ。みんなまとめていそうだ。死にはしねえから安心しな。お。
よし。おい、お前ら行くぞ。はい。オーバー。ああ。出られた。外だ。ここは危ねえ。離れるぞ。いらっしゃいませ。よう。紅爵。なんか久しぶりな感じがするな。元気か。ああ、お前こそ大丈夫なのか。ああ、もうすっかり元通りだ。でも今は仕事やってないって聞いたけど。ああ、まあそれに関してはそうだな。ん？
まあそれよりだ、今日仕事。ああ、久々にお前ん家が恋しくてな。恋しいって来るのはいいけど、今日はばあちゃんいないぜ。町内会の会合があって遅くなるってさ。ああ構わねえよ。ん？ばあちゃんの飯狙いでなく？つうかちょっと話したくてよ、いろいろこうな。わかった、じゃあ仕事終わった時にまた連絡する。おう待ってるぜ。それじゃまた後でな。ああ。お邪魔しますと。はい、どうぞ。うまい。ばあちゃんのよりは味が劣るけどな。いや、これはこれでありだな。お世辞とかいらねえですけど。お世辞じゃねえよ。タバコは？今日はいい。あ、そう。先に言えよ。ああ、いや、なんつうか、おう、いや、大丈夫だ。そうか。つうかさ、俺の気にしすぎかもしれないんだけど。離れてる？あ、いや、この距離が。ん？特に意味はねえが。そうか。おう。悪かったな。え？いろいろ。ああ、いや、別に気にしてねえし。
少しだけ俺の話をしてもいいか。プラチナジェイルでのことだから、お前は思い出したくないかもしれないけど。大丈夫。そうか。プラチナジェイルで劉邦がいるって分かった時な、地の果てまで追いかけてやるって思いながら、誰も巻き込みたくねえって思ったんだ。お前も仲間も絶対に巻き込みたくねえって。まあ結果的には一人じゃ抱えきれなくなっちまったけど、こうなんだ、改めて言うのもすげえ恥ずかしいんだが、ガキの時のお前の笑顔が心の支えだったって言っただろ。ああ。この島に戻ってきてお前と再会して真っ先に決めたことがあってな、もう誰も傷つけねえってのと、それからお前だけは何があっても絶対に守る、そう思ったんだ。なのに結局お前を裏切るようなことしちまってた。今はすげえ後悔してる。知らなかった。ん？お前がそんな風に思っててくれたこと。しょうがねえよ。分からなくて当然だ。俺も言わなかったし、言うつもりもなかったし。俺、お前が俺に隠し事をしてるんだって、そればっかりで、自分のことばっかり考えてた。ひでえな。それはもういい。お互いに今は違うって分かってるんだしな。ああ。お前が頭の中に入ってきた時な、今思い出すと、夢を見てたような感覚なんだが、あの時、昔のことを思い出したんだ。よく二人で遊んで笑って、たまには喧嘩もして、そんなに長い間じゃなかったが、俺にとっちゃ何にも変えがたい大切な思い出だ。お前も昔の夢を見たって言ってただろ。偶然なんだろうけど、ちょっと面白いなって思ってよ。今はお互い大人になってすっかり変わったと思ってたんだけどさ、そうでもなかったな。俺たちガキの頃と同じ。そうだな、何も変わってねえよ。乳臭いガキのまんまだ。でな、島に戻ってきてから今日までのことをいろいろ考えたんだが、うん、俺お前のことでずっと頭がいっぱいだったって思ってよ。その思い出すのも嫌だろうが、グリッターで俺が正気飛ばしちまった時あっただろ。ああ、あの時のことはほとんど覚えてなくて、だから余計にすまねえって気持ちもあるんだが、ただうっすらと覚えてることがあってよ。こんな風にお前に触れたかったんじゃねえって、なんかそう思った感覚だけが残ってるっつうかな。俺は普通に女を可愛いと思うし、女が好きだ。だからお前に対して触れたいとか思うのはありえねえはずなんだが、
俺はお前のこと昔から知ってるし、ずっと大切なダチだと思ってきたからよ。だからお前のことになるとムキになっちまうんだって思ってた。だがプラチナジェールから今日まで、今の今までな、俺ずっとお前のことを考えてる。それにな、ちょっと前の話だが、お前が部屋で音楽聴きながら寝てる時に、それ知らねえで入っちまったことがあるんだが、その時のお前の表情が頭から離れなくてよ。今から言うことを怒るなよ。なんだよ。なんかやらしかったっつうか、大切なダチ相手にそんな風に思うとか、やっぱ変だよな。女は遊んでねえのか。戻ってきてからは全然その気にもならねえし。そうか。まあ正直俺の中ではなんとなく答えが出てるんだ。ただずっと目そらしてなるべく見ないようにしてきた。俺とお前は男だしダチで、だからありえねえと思って心の中で殺してきた。だがダメだ、何度殺しても復活しやがる。裏を返せばな、それって殺せないほど強い思いなんじゃねえかって思ってよ。俺どうやらそのお前に惚れてるみてえだ。お前は俺のことどう思ってる？俺は俺も同じだと思う。多分同じ。お前のこと大事な幼馴染だと思ってた。大事な友達だって。けどその好きなんだと。アホバ。青葉、うん、青葉、起きろ。うん、あと5分。ダメだって。あとダメ1分。あー、うん、たく青葉、うん、え
起きるからやめろ。ほんとお前は。だってまあ知ってたけどよ。そうか。ああな、うちに来て寝起きが悪くなって言ってろ。このくすぐったいっつーの。もううなじがそのうち慣れにくこうやっても痛く、ああ不思議だよな。俺としてはおかげでちゃんと直し、うん、お前は、あれだ、そっちの経験的な、遊ばねえよ。つかも遊んでねえし。やっと目覚めてきた。飯作る。高弱、体の具合はどうだ？頭痛とか。なあ、そうだな。最近は調子いいよ。もし具合が悪くなったらすぐ言えよ。いきなりこのまま台所ま、バーッ、いって。